こんにちは、速稼塾の久保でございます。今日もね、いただいたメールの中から一件お答えしていこうと思います。このメールの返信はですね、多くの方にも、まあ、ドキッとさせることでもあると思いますし、あ、そうなんだって気づきも与えることになると思いますので、よろしくお願いします。個別の会社名はちょっとここに入れられませんけども、あるネットワークビジネスをしていたということをちょっと考えてみてください。ネットワークビジネスの関係で持続化給付金の申請できそうということで、自分もやってみようと思います。自分も開業届までは出していなかったので、これから出そうと思うのですが、自分のイメージとしては1、ネットで開業申請用紙を記入する。これは比較的簡単というか、すごく簡単です。2番目、書いた開業届を税務署へ郵送、あるいは直に持っていく。はい、直に持ってはいいでしょうね。修正点があったらその場で修正できますけども、郵送だと修正がまた郵送で送られてくる、もしくは税務署に呼びつけられてそこでってことになりますので、まあ、行った方がいいんじゃないかなと思います。3つ目、確定申告をする。はい、確定申告してください。4つ目、確定申告書などの資料をもとに、確定申告書と開業届などの、これの2つですよね、持続化給付金をネットから申請する。はい、この4つのステップでよろしいかと思います。簡単に言うとこういう流れに見えるんですが、何か事前にやることとかあるんでしょうかということですけども、そうですね、確定申告をするためには、まあ、売上の帳票ですとか経費の計算とか必要ですから、そういったものは用意しておくことになると思います。で、あとはね、2020年の売上に関してですけど、手書きでこちらの方は構いませんので、 Excel かね、まあ場合によってはペンとボールペンと紙でもいいんじゃないかなと思いますけどもね、作っておくといいと思います。詳しくはね、経済産業省のホームページの方に私の説明よりも上手に出てますので、ご覧いただければと思いますけども、まあ私が今お話した内容でも十分です。あと、あまり言い方はよくありませんが、2019年の都合の良い月からスタートという感じだといいのかなと思うのでしょうが、いかがでしょう。はい、そうですね、まあぶっちゃけそうでございます。で、この話をいただいて調べると、結構不正にもらえてしまうのかなと思います。これについてはね、何が不正かっていうと、ネットワークビジネスをやってるのに事業者登録をしてない方が不正だと思いますよ。で、確定申告をしてないってことも不正だと思います。だからね、多くの方がね、ネットワークビジネスを軽く見てるっていうか、ネットワークビジネスとかメルカリ転売とか軽く見てますけど、これ事業者ですから、基本的には開業届を出すなり法人を設立しないとやっぱりやるべきではないと思うんですよね。まあ一部ね、売上金の少ない時、本当に年間で5万とか10万みたいなレベルの時は、俗に20万以下って言われてますけども、そういう時は雑所得で、計算することはありますけども、やっぱりね、それにしても確定申告は絶対にしないと、これ脱税になりますからね。で、あと、商売をしてる、事業をしてる、ビジネスをしてるっていうような意識があるんだったら、開業届は絶対です。法人まで作れとは言いませんけども、自分の事業を持つわけですから。で、特にネットワークビジネスっていうのは、事業主になるってことですからね。だからここら辺のね、意識づけ、私の発信も弱かったのかもしれませんけども、今一度、あ、ネットワークビジネスってのは自分のお店を持つことなんだ、自分の会社をやることなんだっていうふうにやっぱ考えていかないといけないのかなと思います。で、その前提をやってなかったことについては追及がもしかしたらあるかもしれない、まあないですけどね、あった場合は忘れてましたぐらいでいいですからね、ごめんなさいで全然済みますんで、開業届に関しましては、遡って出したところで罰則は別にありませんから。ただ開業して1ヶ月以内に開業届出してくださいよっていう風な決まりにはなってますけどもね、まあ、ですけどもね、なんか開業時ってのは忙しいんで開業届出すの忘れてましたみたいな方結構いらっしゃったりとか、メルカリとかヤフオクで転売されてる方も、その古物商ってのをね、もうなんかやり始めて1年後に出したみたいな方も結構いますんでね、そこはそんなに、危ない追及はないと思いますけども、やっぱりビジネスってのは正々堂々とやるために、前提条件を整えるために、開業届を出すなり、法人の手続きをね、30万からかかりますけどもやるなり、あと税理士さんをつけるとかね、そういう前提を整えてからやっぱりやった方がいいかなと思うんですよ。で、もちろんね、そういうのなしに小さくやる分、なんか数百円とか数千円みたいなやり取りのところは、まあそこまでしなくてもいいと思いますけども、基本的に潜りの事業になりますし、まあみなし法人っていうね、形も昔はありましたけども、結局はね、法的拘束力を持つ部分と、あとは曖昧な部分とっていうのは自分でよく理解してないと、後ですごく困ることになると思うんですよ。で、今回持続化給付金が欲しいがゆえに、言い方悪いですけども、手続きを後で取るっていう方法、これで全然悪いことではないんですけども、今までその手続きをしてなかったことの方がすごく問題だと思います。例えば開業届を出してないのにビジネスをしてるとかね。やっぱ変な話だと思うんですよ。開業届を出してない、税務署に出してないってことは、税務申告が行われないってことですからね。で、
開業届を出してるのに税金を払ってないってことは、じゃあ開業届は何なのっていうことになっちゃいますんで、どっちにしてもその開業届とその税金を払うためのね確定申告っていうのはセットですし、やっぱりそのビジネスっていうのは自分が社長になるっていう意識をね、どんなに小さいものでも持たないといけないと思います。ついでに言いますけども、年間20万円以下の売上だったら申告する必要がないみたいなことをまことしやかに言われてますけども、はっきり言って1円以上ならありますからね。これはまあそのいちいちこう20万円以下で突っ込まれることはないんですよ。ないんですけども、1円でも所得があったらそれは所得なんですっていう風な線引きなんですよ。まあ黒川さんが麻雀でねかけたのを天品までならいいみたいなことをね言った方がいますけども、あれはね上級国民だから許されるわけだって、我々平民は1円でも間違ったら本当に大変なことになりますので、できる限り正々堂々やっていきたいなと思いますよね。はい、では動画を求めます。1,2,3 の手順、これは間違いないです。それから不正にもらえてしまうかなっていう意識があるんだったらやらない方がいいです。私は不正じゃないと思って正々堂々ともらうための発信をしてますんで、不正を進めるものではありません。あとはもうご本人の気持ちだけなんですよ。自分は正々堂々とビジネスをやっていて、それで売り上げが落ちたからこの制度を使うんだっていうふうに思うんだったらドーンとできると思うんですよ。全然後ろめたくないです。でも自分が後ろめたいんだったら、それはね、まあ、ある意味人に突っ込まれた時にその後ろめたいっていう気持ちが結局は、ちゃんと真っ当に自分の主張ができませんので、そういう気持ちだったらしない方がいいと思います。少なくとも私は正々堂々とビジネスをしてると思うんですよ。このネットワークビジネスに関しましても、誰もね、後ろ指刺されることはないと思いますし、取るべき手続きは全部取って合法的にやって、でも、一辺の曇りもなくやってる時に、持続化給付金の話があって、自分の売り上げが落ちてるんで、じゃあ制度を使おうかなってことですんで、全然ね、その後ろめたいことはないと思いますよ。だからもしね、不正にもらえてしまうかなって気持ちが働くとしたら、それは手続きをやってなかったことに対するちょっとね抵抗があるのかもしれませんけどね。ここはだからビジネスのマインドセットって言って、自分は正しいことをやってるんだっていうような思いと、正しいことをやってきたというね、その実績を積み上げていくことだと思うんですよ。それを今回のことはね、それの一つの機会にしていただければと思います。今回ご連絡いただいた方の方を責めるわけでも非難するわけでもないです。こういう時に気づいていけばいい話なんでね、これにくじけずにどんどん前に進んでチャンスを掴んでいただきたいなと思います。ではありがとうございました。